今日はチェルニー30番より第7番を演奏してみました。いかがでしたでしょうか。この曲では初めて左手がアルベルティバスと言われる形で出てきます。この形ですね。古典派の、ソナタとかにもよく出てくるパターンなんですけれども、この曲の中では5の指を保持する形で出てきています。でこの曲をこの伴奏系を弾くときにポイントは全部の音が、同じ強さになるのではなくて一拍目強め、親指は弱く、そしてそれよりはちょっと出て中強、ちょっと強め、身の真ん中の音はですね、で次は弱くっていう、形がずっと続くといいですね。よく出てくる伴奏系ですのでしっかり練習するといいと思います。次にメロディーの弾き方なんですけれども、最初のメロディーは単音ですよね。でこの4つの音の弾き方もすごく難しいなと思ったんですけれども、何も感じなく今まま弾いてしまうとこうフレーズ感が出ないので、ドからミに音も上がりますし、2小節をワンフレーズに感じてあげる、それがすごい大事かなと思いました。次もそうかな、2小節ワンフレーズで感じていくメロディーをですね。でそして、メロディーが重音になったり和音になったりしていきます。ドカーン、こういう時にやっぱり上の音をしっかり出してあげて内声1、2の指とかは軽く弾いてあげるっていうことがとても大事になってきます。そしてこの曲は最初からフォルテって書いてあって結構フォルテの時間が長いんですよね。なので、さっき言ったことにもちょっとつながるんですけれども、フォルテと書いてあるからすごい頑張って弾くとなんかこう力みすぎている感じになってしまうので、フォルテの中でもちゃんとフレーズを感じる2小節ワンフレーズ、それから自分の音のなんかこうマックスを常に出しすぎないのも大事かもしれないです。なんか、後半再現部に入る前に、クレッシェンド4小節間のクレッシェンドがありますので、やっぱりそこにエネルギーを持ってこれるといいかなって私は思うんですけれども、その前のドルチェで、左手のメロディーですね、ここでやっぱりこう脱力して美しく弾く、そして、クレッシェンドしっかりしてあげて再現部に向かってエネルギーをまた出していくっていう、強弱の計画を立てれるといいかなというふうに思いました。そして最後にフェンダー音がいくつか出てきます。ここですね、それからこの2つなんですけれども、ちっちゃい音符で書いてあるところは前に出してあげるといいんですね。前段を前に打つ音なので、左手の1拍目これとソが一緒になるのではなくって、ソファのファの方とこれが一緒になりたいですね。本当に 0何秒ぐらいの話かもしれないんですけれども、ちょっとだけ前に出してあげる。で、こうではなくて、やっぱり大事なのはその、音符でちっちゃく書いてる方じゃない後の音符ですね。なのでそっちをしっかり入るように前の音は軽く弾いてあげる。で、次は今度音が多いので、これなんかも、左のこのタイミングの前に弾いてなきゃいけない。つまり、左手前のこの最後の音ぐらいのところでもうソシレが入ってるかもしれないっていう感じですよね。で左の小指と右の小指ファッとがしっかり合うように意識してあげるといいんですけれども、あんまり意識しすぎてダラララーンとかってなってしまうとそれも違うので、この
一気に弾くんですけれども少し早めに弾いてあげて拍の頭でしっかり合わせるっていうことが大事かなと思います。前段とか装飾に関しては曲の中で出てくるときにはいろんな使われ方がしま、使われ方になります。その前段音と、左の拍頭を合わせる弾き方もありますので、全部が全部この弾き方ではないんですけれどもこの練習曲の場合は私は、しっかり今のように拍頭とその音前段じゃない方の音符が合うように練習していくといいかなというふうに思います。何か参考になればとても嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。ではまた。バイバーイ。